写真左側がユニーゾンタワー、右側がパークタワー東中のユニーゾンスクエアは東京都中野区東中野にある高層マンションや商業施設などが集まった再開発地区の名称である。結婚式場として知られる日本閣の跡地を再開発し、 高層マンション二棟とスーパーマーケットなどの商業施設さらにウエストゴサード日本格として新たにリニューアルされた日本格からなっている。新しい日本格は2005年、高層マンションは2007年にそれぞれオープンした。大正9年に当地で創業した日本格の用地が新たに再開発され、高さ約100メートルの高層マンション二棟とリニューアルされた。 ウエスト5サード日本閣からなっている。開発は日本閣観光である。東中の駅房にあり、駅入り口とユニゾンタワーとがデッキでつながっている。ユニゾンスクエアにある高層マンションのうち西側にある高層賃貸マンションである。通常は単にユニゾンタワーと呼ばれていることが多い。三井不動産の関連会社である。 レジベントファーストが管理、運営している。31階建てで高さは約106メートル、2007年11月末竣工また、仮想会は、ユニゾンモールという京王電鉄が管理、運営している商業施設となっており、キッチンコートやゴールドジムをはじめ、飲食店、各種サービス業の店舗などが入っている。この施設には、住居部分とは、 独立した出入口があり、マンション以外の近隣の住民などにも利用されている。ユニゾンスクエアにある高層マンションのうち、東側にある高層分譲マンションである。三井不動産が運営している。30階建てで高さは約103メートル。2007年3月の竣工デザインや色調は隣のユニゾンタワーと統一された作りになっている。 敷地西側を占める結婚式場。地上5階地下1階。名は、館内のデザインが、ニューヨーク近代美術館などがある、ニューヨーク西53番街をコンセプトに作られていることに由来。結婚式場のほかパーティーなどにも利用できる。ガラス張りの解放された作りとなり、大きくリニューアルされた。 2020年5月31日をもって閉館。ありがとうございます。